前にはこの聖中華魔女女子学院の卒業証書のペンダントはやんないよ。八方斎院長先生、それはどうしてですか？お前は本年度の授業料、給食費及び PTA 会費をまだ払ってない。中華魔界でも有数な資産家のお前の家が倒産して、中華魔界でも有数な貧乏な家になってしまったんだよ。お父様とお母様が中華魔界から夜逃げなされました。お嬢様。イパネマ、今日からお前を中華魔界の小公女イパネマとしてこき使ってやるからね。ごめんなさい。イパネマには小公女イパネマはできない。貧乏に耐える根性ないもん。小公女イパネマなんて、いやいや、こいつ中間魔女なんだよ。なんだ慎吾くん。片栗粉でとろみをつける。パイパイさんに負けない。本当だってば、イパネマが中華魔女のやるとこ見たんだから。そんなことどうでもいいから早く朝ごはん作って。遅刻しちゃうよ、もう腹減った。ほんとだよ。腹減った。お待たせ。何これ？麻婆豆腐、チンジャオロース。はい、エビのチリソースによ。
朝からこんな脂っこいもの食べられないよ。僕は食べられる。お前は黙ってろ。ああ、パイパイの朝ごはんが懐かしいな。トール。じゃあ行ってきます。いってらっしゃい。あ、忘れ物してた。お前何やってんだよ。先行ってるよ。パイパイのこと気にしない方がいいよ。ありがとう。じゃあね、シンゴくん。ちょっと何やる。イパネマが中華持ちだってこと内緒よ。大丈夫。高山くん。あ、さやかちゃん。うん。あのね、今度来たイパネマね、中華魔女なんだよ。あ、そう。まあ、まあ、いっか。アメリカザリガニさん、中華魔界から行方不明になったイパネマのお父様とお母様の居所ご存知じゃありませんか。イパネマ様、イパネマ様。チグリス、ユーフラテス。中華魔界から夜逃げなさった旦那様と奥様が見つかりました。どこで。ご案内します。この辺です。この辺で発見して、この辺で見失いました。おかしいな。どこ行ったんだろう。お父様とお母様がいたわよ。え？すいません。このピーマンとこのキャベツください。お前、分かってるか。ああ、大丈夫かな。お父様。お母様。中華魔界でも有数な資産家だった我が家がなぜ倒産して全財産を失ったのか、その理由を聞かせてください。お父様、お母様。答えない場合は旦那様。奥様。まあ、お元気そうで。はいはい。あんた。分かっていますよ。ちょっと失礼。ごめんなさい。あ、旦那様、ちょっとお話が。野菜炒めにしちゃうから。お父様、お母様。聖中華魔女女子学院の八方斎院長先生が土地転がしで必ず値上がりするいい土地があるんですが。
その言葉を信用して八方斎の勧める土地に全財産を投資してみれば。土地は転がりすぎて海の底に沈んでしまったのです。苦労に苦労を重ね聖中華魔女女子学院の院長になり上がった八方斎は何の苦労も知らずお嬢様育ちのイパネマが憎かったんでしょうね。そこで我が一族を倒産させイパネマを不幸のどん底に落としまるで小公女のように。あ、そういえばイパネマ、今日からお前を中華魔界の小公女イパネマとしてこき使ってやるからね。かわいそうなイパネマちゃんが。チグリス、ユーフラテス、すまないね、お前たちに苦労をかけて。責めるならこの人を責めなさい。何を言ってるの、君が八方斎の口車に乗らなければ。あなたがいい話だって言うからその通りしたんじゃないの。そういう時だけ素直になるのね。あら、私はいつだって素直よ。私の取り柄はこの美しさと素直さだけなの。それ一体何を失礼しちゃうわ。あのね、あの夫婦喧嘩もいいんですけどね、私が旦那様と奥様にお貸ししたお金はいつ返していただけるんですか。父さん、恩ある旦那様と奥様にこんな時に。ユーラです、いくら元の旦那様でもお金のことはちゃんとした方が。でもですね。なんででもって、恩は恩、それとこれとは違います。ああ、旦那様、奥様。父さん、サボル君、着ないね。また子供産んだんだって。いやね。じゃあね、またね。どうしたの。何でもない。そう、何でもある。イパネマ明るくしてるけど本当は不幸のどん底なの。小学1年生に人生相談しないでよ。ごめんなさい。中華魔女なんだから魔法使って不幸のどん底から這い出したら。でもイパネマは技の未熟な中華魔女ですから。だったらパイパンみたいな立派な中華魔女になればいいんだよ。はい、イパネマ、パイパイさんみたいな一人前の立派な中華魔女になってみせます。シンゴちゃん、ちょっと。シンゴくんが女の子にシャオシャオパイ。失敗しちゃった。魔法の稽古の実験台になるのはいいけど、もう少しうまくやれ。ごめんなさい、元に戻すわ。少々おっぱい。もうごめんなさい、少々おっぱい。もういい加減にしろよ。やっぱり聖中華魔女女子学院のペンダントがないとイパネマは一人前の中華魔女になれないみたい。お兄ちゃん、やろうよ。あんなの試合じゃない。だからダメ。俺は突然性格を変えて猛勉強するの。悔しくないの。ない。さーて勉強しなくちゃ。ああ、こんな時パイパイがいてくれたらな。パイパイさんって野球上手だった？うん、たまにはホームラン打ったよ。そう。パイパイさん抜けてイパネマに打てないことはない。イパネマ、イパネマ。お兄ちゃん、お兄ちゃんってば。うまい。トール君、イパネマがホームラン打たさせていただきます。パイさんってこんなスピードボールをホームランしたの。イパネマ野球やったことないみたい。こりゃ時間の無駄だな。勉強しなくっちゃ。勉強勉強。イエスアイドゥネバーギブアップ。いい言葉だ。
お父様お母様、イパネマにホームランを打たせてください。旦那様、写真を書いてください。旦那様、こっちかな、ちょっと待ってください。なんとかしてお金を作りなさい。そうだな。あなたにはこんな贅沢なもの必要ないわ。これを売りましょうよ。はいはい、結構でございます。よろしゅうございます。結構結構。パネマはどこじゃ。ジグリス、ユーフラテス、助けなさい。おい、ユーフラテス、うん、私たち、アップーサイの魔法には勝てません。すみません。さあ、パネマの居所を言うんだよ。はっ。もうさあ、いかにタケノコ、シイタケ、ニンジン、片栗粉でトロロ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 ロ。やった。この隙に、すいません、大丈夫ですか。八方斎院長先生、小公女イパネマいじめ。熱々いじめ、冷え冷えいじめだ。中華魔女に変身できない。そうか、そんなにイパネマのホームランすごかったか。はあ、
さか中華魔女じゃあるまいし。だから本物の。お前は黙ってろ。まあいいや。委員長先生、イパネマはどんなことがあっても商工所イパネマにはなりません。信吾くん、もう信吾くん、さんに負けないような立派な中華魔女になる。へその緒を探す慎吾くん、そこに現れる不気味な女駅者。へその緒ならあの世のお母さんにもらえばよい。お母さんに会う方法はまっすぐ西へ進みなさい。それに従う慎吾くん、でもそこには八方斎の罠が。次回の魔法少女中華のイパネマは母を訪ねて3000円、お楽しみに。